まあスレイから直接聞いてください。しようのない、このバカモン。ただいま、ジジ。なぜ人間を我らの地に連れ込んだ。ジジ、スレイの言い分も聞くって言ったじゃないですか。今から聞くとこじゃ。スレイヤ、分かっていながら戒めを破ったのか。ごめんよジジ、放っておけなかったんだ。この地に災いをもたらすだけだ、人間は。俺も人間だよ。お前はわしらと共に暮らしてきたことで、わしらの存在を捉え、言葉を交わす力を育んだ。普通の人間にはできぬことじゃ。この大きな違いがわからぬお前ではないだろう。確かに、あの子に霊能力はないみたいだった。それでもスレイにとって初めて出会った人間だったんです。だが、同じものを見聞きできねば、共に生きる仲間とは言えん。わしはこの地を守りながら、赤ん坊の時からお前たち二人を育ててきた。うん、感謝してる。それはお前たちが他の皆と同様にこの森を守る存在となるからだ。無用な侵入者は排除せねばならない。皆の平和な暮らしのために。はい、では行くのじゃ。せめてあの子の準備ができるまで待っていい？急げよ。ありがとう。ジジ、わかっておるよミクリオ。あの子の気持ちはまっすぐで正しい。だからこそわしは心配なのじゃ。
スレイ。あ、これ。なあ、この紋章って。ああ、同志の紋章だね。だよな。天族と交信し、かの力を意のままに操り、圧倒的な力を発言する者。同志か。同志になったつもりかい？どうかな。暗黒の世を救う救世主には見えないね。黙るのだ、天族よ。お断り。うん。ほら、発掘したもので遊ばない。だな。彼女、遅いな。ちょっと見てくるよ。楽しめた？ああ、だがずっと誰かに見られてるようで、なんだか。ご飯にしよっか。すまない、実はもう限界だった。じゃあ俺の家に行こう。何でも。さあ入って。ねえ、君がいる都ってどんなとこ？私が暮らしているのはハイランド王国の都、レディレイク。レディレイクって聖剣伝承の？知っているのか？天意剣文録にあったよ。湖の乙女の守る聖剣を抜いた者が同志になるって伝承があるんだよね。ああ、恵まれた水源を持つ都で、酒と祭りが好きな陽気な人々で溢れていた。溢れていた？昔はそうだった。下界の人たちは大変なんだな。下界？山を降りた先のこと。俺ここから出たことないんだ。一人でずっとここに。スレイこそ大変な境遇だったのだな。そうだ、明日からの帰り自宅手伝うよ。何がいる？保存食とかカバンとか。そうだな、あと少々の道具類と寝袋があれば。わかった、じゃあまずは狩りだね。明日案内するよ。ありがとう、感謝する。おはよう、スレイ。おはよう、ミクリオ。ミクリオ、早く。
のんびりしてる暇はないぞ。わかってる、すぐ行くよ。じいじにいろいろ仰せつかってね。しばらくは暴殺されそうだ。そっか、こっちのことは気にしないで。つれい、じいじの気持ちも。うん、わかってる。見くるよ。じゃあまた。あ、あ、おはよう。よく眠れた？おはよう。久々にぐっすりと眠れた気がする。じゃあ早速行こうか。入り口の門から左手だよ。そこに売り棒がいる。いい狩り場なんだ。了解した。伝説に聞くドラゴンのようだ。ドラゴンっておとぎ話の？君って面白い人だな。近づいたら危険だ。気が荒い野生種だろう。大丈夫、友達だから。小さい頃は 4,5 回吹っ飛ばされたけどね。友達なのか。うん、時々ミルクを分けてもらって村のみんなとチーズやヨーグルトを作るんだ。それは楽しそうだ。楽しいよ、すごく。あいつの肉は燻製にしたら保存も効くし、なかなかいけるんだ。皮も素材としていろいろ使えるしね。少々気の毒だが。やめとく？いや、現実は心得てる。それに、都では得られない経験だ。なるほど。今だ、行くよ。止めろ。分かっている。すごい槍さばきだ。ありがとう。君こそ大したものだ。一刀両断。かい、た、襲撃。まだいるぞ。おとなしく眠ってくれ。おっと、は、行くぞ、襲撃。た、行くぞ。いや、畳みかけろ。た、終わったな。よし、もう何頭か必要だな。見当たらないな。よく探せばいるよ。集中！はっ！よっ！襲撃！一刀両断！よっ！決める！はっ！成敗！はっ！一刀両断！はっ！行くぞ！襲撃！はっ！これでどうだ！よし！私も役に立っているだろうか。
今古代語で書かれた石碑が見えたぞ。私の準備はできている。ケジラ襲撃、これどうだ。いや、ケジラ襲撃、まだいるぞ。セーバル、行くぞ。逃がさない。終わったな。集中！やめ！一戦！さあ！いや！一刀両断！成敗！はっ！ケジラ！襲撃！これでどうだ！はっ！ケジラ！うん！こんだけ狩ればもう十分だ。あの、あとはどのように？大丈夫。燻製肉も革のカバンも寝袋も作り方教えるよ。何から何まで助かるよ、スレイ。じゃあ今日は帰ろう。レディレイクまではどれぐらい？そうだな、2、3日というところだろう。近っ！そうだったんだ。だが山麓の森は深くはないのに迷ってしまうことが多いんだ。ジージの領域の力だな。
スレイ？あ、起こしちゃった。ごめん。よほどのお気に入りなのだな、その本が。子供の頃から何度も読み返して、いつか世界中の遺跡を回るのが夢なんだ。転移見聞録を読んだ者、皆がそう言う。かくいう私もその一人だが、今世界に遺跡探求の旅などという余裕はないんだ。十数年前から世界各地は人知の及ばないような災厄に見舞われている。最悪？謎の疫病に止まない嵐、人体自然発火、死人が歩き回ったなどと、めちゃくちゃな噂まである始末。ちょっと待って、なんていうか。信じられない？それとも面白そう？あ、いや。だが事態は深刻だ。災厄によって引き起こされた大陸全土の異常気象、それが原因で近い将来作物の実りがなくなり、飢饉がやってくるだろう。最大の問題は、窮した国々の間で略奪戦争が起きるかもしれないということ。そうなってはもう止められない。何か手はないの？見当もつかない。伝承にすがるほど。だから遺跡を。いいよ、無理に話さなくても。さあ、俺ももう寝る。おやすみ。おはよう、スレイ。おはよう。今日は昨日買ったウリボアから保存食とかカバンとかいろいろ作らなくちゃ。よろしく頼む。そんな楽しいもんじゃないけどな。始めるときには声をかけてほしい。始めるのか？始めるときには必ず声をかけてくれ。始めるのか？さあ、まず私はどうすれば。結局すべて君にやらせてしまったな。いいって、慣れてるし。おかげで明日には立てそうだ。ありがとう、スレイ。そう、よかった。じゃあ明日に備えてゆっくり休んでね。俺、ジージに伝えてくるから。もっと下界の話聞きたかったな。じいじ、明日出発するって。そうか。出発は皆で見送ろう。客人には違いなかったわけじゃからな。うん。スレイ、本当に世話になった。本当にここまででいいの？ああ、これ以上迷惑はかけられない。そっか。大丈夫、渡した地図通りに行けば森も迷わないよ。いや、それは信用している。アリーシャ。え？私の名は
アリーシャ・ディフだ。アリーシャ、君は何も言わずに何者とも知れぬ私を助けてくれた。それに引き換え私は我が身可愛さになすら告げず、騎士として恥ずべきことであった。どうか許していただきたい。そんなこと。スレイ、私は、ん、私は天族は本当に存在していると思う。天意見聞録に記された数々の伝承はおとぎ話などではないと。うん。今世界中で起きている最悪、それを鎮められるのは伝承に残る存在なのではないかと。同志だね。君は笑わないんだな。都では誰もが馬鹿にしたのに。俺も信じてるから。君は本当に気持ちのいい人だ。レディーレイクの都では間もなく聖剣祭が始まる。同志伝承をなぞらえた剣の試練も行う予定だ。スレイ、剣の試練に挑んでみないか。では行く。スレイ、今の話考えてみてほしい。どうして？伝承にある同志、それはきっとスレイ、君のような人物だと思うから。これは？僕はジージに言われて、あの後ずっと遺跡であの女騎士の手がかりを探していたんだ。じゃあこれはアリーシャの？ハイランド王家の紋章だ。アリーシャ・ディフだ。ただの騎士ではないようだね。辛いだろうがな、これでよかったんじゃ。ジージ、何者かがわしの領域に侵入してきた。気配を隠したか、小賢しい。聞け皆の者、何者かが侵入した。探すのじゃ。気配を隠したことからおそらく兵馬じゃ。心して探索に当たれ。俺たちも行くよ。うん、兵馬であれば事態は急を要する。頼んだぞ。森の方を当たろうと思うが、どう思う？うん、そうしよう。